久保さん、大衆の逆を行くっていうね。あの、僕もね、昨日の深夜夜で動画撮ってたんですけど、まあ、一人ね、お客さんがなんだ、えっ、ー、と、ま、いろいろお問い合わせいただいて、まあ、それに対して、あの、動画撮ってたんですけど、まあ、その方は、あの、そう,そうそうそう、あの、深夜、深夜に送ってきたのが、あの、美味しい客ではないみたいな。 僕はお金がない今ないし、美味しい、吉谷さんにとって美味しい客ではないみたいなって <laughs> なんかそんなこと言ってたんで、なんだろうな。美味しい客とか、なんだ、まずい客とか、そういうレベル、次元でね、やってねえよみたいなね。<laughs> そんな次元でやってないよみたいな。<laughs> もしそんな次元でやってるんだったら、こんな本数やります <laughs> って話して、そもそも論としてね。 もしその効率を求めている、まあそのお、おいしい客とかね、なんか、売れる人だけ、みたいなね。もし僕が効率を求めているんであるならば、なんだ、ネットビジネスの商品を売ってるわけですから、ネットビジネスの動画しかアップしないですよね。<laughs> そ僕はもう、なんだろうな、まあそういう次元ではないので、 何て言ったらいいかわかんないですけど、まあその、人々が、まあ人々って言うとね、お前何様だって話なんですけど、まあ人々でいいでしょ。大衆が、一般常識、一般の人たちが思う,う、こととは、全く違うことを考えてる。全くというか、違うことをやってるので、だからまあ理解はされないんですけど、うん。まあ少なくても僕の戦略は、僕の中では間違っていないと思います。 うん、これだけ、まあ、動画本数10万本、100万本目指していく。そこは僕は間違っていないと思います。僕の中ではね。でも、うん、旗から見ると、非効率。何を、あの、バカなことやってんだと言われるでしょう。指さされますよ。ね。そんな、バカの一つ覚えで何動画いっぱいアップしてんだよ、みたいなね。まあ、指さされますけど、 ま、一つの事実を言うとするならば、仮にですね、おっしゃる通りですと。YouTube の赤番食らいましたと。こんだけ本数ね、こなしてもね。あの、意味なかったです。すいません。ってはならないんですよ、僕の中では。なんでかっていうと、それだけのカ発踏んでるので、僕にはトークスキルが残るんです YouTube のアカウントがバンされようが、 僕のトークスキルは残る。そして、これだけの動画を、量をアップしていた、僕の姿勢姿を見ていた人たちも残るんですよ。心に。ね。頭で記憶してるんじゃなくて、心で記憶してるわけですよ。吉谷拓郎っていう人間がどういう人間だったのかっていうのは赤晩くらってもね、別に残るわけですよ。わかりますだから、結局、ずっと残してるってことですね。残してるし、日々成長してると。その指差してる奴らよりね。 指さして、ああだこうだ言うやつらよりかは、お前らの10倍、20倍やっとるぞと。俺は前に進んでると。<laughs> ね、あの孫,正義孫正義風に言うならば、髪の毛は交代してるけども、髪の毛は交代してるけど、俺は前進してるみたいなね。<laughs> 再生数は前進してないけど、俺自身は前進してるっていうね。<laughs> いう話ですよ。でも指さしてる人は自分自身を前進させてないですからね。 人の全身を指差してて笑ってるだけなんでそう大事なのは自分自身がどういう指針で、どういうコンパスで、うーんどういうコンパスを手に入れるというか自分でどういうコンパスを作るのか、どういう地図を描くのか、それが大事なんじゃないかなと思います。僕の中ではあー僕の成功法則っていうのがあります。ただこれは一般的に受け入れられないです。ただし僕の中では浮かんでると。 それは蓋を開けて10年後、20年後、30年後、どうだったかっていうのを見ればいいじゃないですか。じゃあ10万本アップロードした男は10年後どうなってるのか、30年後どうなってるのか、それを見てから判断しろと。死ぬ前まで。もしくは死んだ後。死んだ後もね、仮に YouTube のアカウントがあ,あるとするならば、僕が死んでも10万人の僕がいてるわけですよ。どうですか無双じゃないですか。死ん、もはや死んだ方が価値が出るんじゃないかなっていう。 わかります <laughs> 死んでも10万人僕いるわけですから歩兵がね <laughs> だから僕は死んだ後でも勝てるっていうね <laughs> もう多分僕以上にアップロードするやつはいねえだろうっていう風にしとくのでだ死んだ後あこの人死んじゃったんだっていうね10万本とか100万本動画あるけどえ死んじゃったのみたいな <laughs> ねもうもうもう だから要は何、何どういう現象が生まれるかっていうと、今まで作った動画に価値がめちゃくちゃ出ます。なぜならば、新着の動画が一切アップロードされなくなるからです。僕が死んだらあ。そしたら、アップロードされてる100万本を見るだけなんですよ。でも100万本見きれないぐらいあるので、大丈夫です。<laughs> だから、死んでも僕はあの価値を生み出し続けるって話ですね。うん だから世に何かを残していくっていうね。だから僕が昔以前思ったのが、あの、よくその成功者の人とか、あの、銅像が、まあ、鹿児島にもね、西郷隆盛さんの銅像とかあるんですけど、僕は銅像を作れるような人間にはなれないと。僕にはこんな銅像が立ってる、た立つような素晴らしい人間にはなれないけど、じゃあ今の時代で僕ができることは何だと。西郷隆盛にはできなかったけど、俺にできることあるぞと。 最後高森の時代にユーチューバーなかったと。でも今はあるぞと。どうですかね銅像を見ても何も喋ってくれないぞですよ。銅像を見ても何も得るものは難しいです。だけど僕は得るものがあります。喋ってるしね。動くし。<laughs> すごないですか銅像よりすごいものを僕は世に残せますからね。しかも、あの、ノーリスクで。ノーリスクで。ロー、ノーリスクで、えー 月額費用ゼロでアカウントが維持するんであるならば。ねはい、そんな感じで自分の、なんか自分の中のタイトルは何にしようかな。他人のコンパスじゃなくて自分の中のコンパスを作れってことですね。うん。まあ、それが僕が大事だと思います。まあこれをビジョンというのか信念というのか、まあいろんな表現の仕方はあると思いますけれども、 僕は、まあ、今回コンパスでいきましょうか。自分でコンパス作れと。自分の中で。いってらっしゃい。